にちは、ゴン太郎さんファンレベル15、ありがとうございます。あやたん、こんにちは。リュウタロンロンマンさん、300回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。ね、こんにちは。以上、マントメガネさんファンレベル14、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。あとは、マイパルさんファンレベル15、ありがとうございます。こんにちは、どうも。こんにちは。こんにちは。どうも。よいしょ。こんにちは。ちょっとお腹空いたからヨーグルト持ってきた。食べよう。いただきます。こんにちは。おいしい。久しぶりにヨーグルト食べた。こんにちは。こんにちは。よかったもん。312人 OK さん、今月もありがとうございます。はい、どん。山田さんですか。山田さんですけど違うことある。なんか声がしてるわ。こんにちは。こんにちは、どうも。ヨーグルトめっちゃ美味しい。蜂蜜いっぱいかけた蜂蜜いっぱいかけて食べるの好き。田原さんではないですか。田原さん、田原さんじゃないです。違います。この画像普段着ですか。まあギャルか着ないよ。ラジオだと妹ちゃんが配信してもわからない。わかるだろう妹じゃないですよ。山田太郎さんではないですよ。山田太郎さん誰ですか。この画像パジャマじゃないですね。パジャマやばいって寝れないよ。この格好で寝れません。寝づらい。いつもなんかありがとう。こんにちは。こんにちは。2回目の訪問以降、初見訪問に連続で失敗してます。そりゃそうだ2回も初見じゃないんだけどね夏の日差しには頭を守るのはいいですね。ヘッドドレスをなんか日差し対策じゃないのこれ違うのよ。あ、兄ちゃん、マイナスタンは今日は外に出ないでネグシャル。いや、今日はじゃあ買い物行こうと思ってる。そうそうね、洗剤を買わなきゃいけない。洗剤となんか買おうと思ってたんだよ。ラップだ。ずっとラップ買ってないんだよね。買わなきゃ。買わないと不便だ。こんにちは。肉球いますよ。肉球さん、肉球さん。今いたずらしようとしてたんだよね。物落としてた。どっかにいる。どっかにいる。どこにいるの。どっか行っちゃった。こんにちは。あ、この服はコンカフェの人、服装、コンカフェじゃないの。待って。爪研ぎしてる。本当だ。あ、聞こえなかった。爪、いや、すまない。うぶ。最近ではもう壁で爪研ぎしなくなったんだよね。去勢してから。お昼は何食べますか。今、ヨーグルト食べてる。蜂蜜ヨーグルト。蜂蜜いっぱいかけてる。一番でも、ね、肉球がいたずらしようとしてたんですと。いや、なんかさっきね、壁低く聞こえてて、でもなんか一回で音が終わったから低いじゃなかったかな、わかんない。こんにちは、だもん。こんにちは、こんちくわ、こんちくわ、だもん。
ヨーグルト美味しい。このヨーグルトなんか初めて食べた。なんか初めて行ったスーパー行ったら、いつも一番安いヨーグルト買うんだけど、ヨーグルトなんか味あんま違う？一緒じゃない？なんかさ、甘さがついてるヨーグルトとか以外だったら、甘くないヨーグルトだったら味一緒だよね。なんか何でもよくて一番安いヨーグルトを買うんだけどさ、なんかそこのスーパーさ、あんまり安いヨーグルトがなくて、いつも買ってるような、あんまなくて、なんかいつも違うやつ買ったけど、なんか白いパッケージのやつだったけど、美味しい。これこんにちは。まあいっかさ、パンレベル15、ありがとうございます。どうヨーグルト食べるときはヨーグルッとかき混ぜないですか？ヨーグルッといいの、私いいのよ、これかき混ぜるよ。そりゃ秘密をいただかさせるためにヨーグルトとこんにちは。ヨーグルト基準すごい一緒じゃない味違う。なんかさ、あれ好きよ。でもあのさ、3個入りのさ、ちっちゃいやつが3個入りのさ、なんかマッキーパンのヨーグルトみたいな、なんかあったっけ。なんか あのなんかヨーグルト自体が甘い味してるやつ、3個入りのやつ、あれ好きだけど、そのいっぱい入ってるさ、あるじゃん、ヨーグルト買うんだったら別にあんまり、まあ、なんかそう甘くないやつ買うんだったらさ、別に味一緒じゃない？違う？薄いやつか。最近行ってないけど、業務スーパーのあの一番安いヨーグルトよく買ってた。あ、巻き場の朝ヨーグルト、そうそれ。え、そう、めっちゃ美味しい。甘い。朝プレーンのやつ、そうそうそう。知る？あの業務スーパーの一番安いやつ、100円もしなかったっけ。なんか100円はするか、あ忘れちゃった、値段忘れたけど、安いやつ買わないよ。フルーティーさん、ファンレベル15、ありがとうございます。ありがとう。そんくらいなら大丈夫ですね。パソコンの机の足1本だけ爪で傷っていつか倒す、いたずらかと最悪すぎる。いつか倒すのやだ。黄色のブルガリア、え、それさ、なんかコンビニとかスーパー行くたびに探すんだけど、まだ見たことないんだけど、わかんない。なみちゃん、今日も可愛いよ、声が声がね、ラジオ配信だからね。ありがとうございます。ヤオさん、今日も頑張る理由は君なんだ、ありがとうございます。ありがとう。意外と筋肉が、え、そんな意外だったし、めっちゃあケチって言われる家族にりょうさん、ファンレベル26、ありがとうございます。ありがとう。こんにちは。今日の朝食は、おいこすおいこすってこと、何おいたって。こんにちは。業務スーパー近くにあるんですね。勝ち組は、いや業務スーパーめっちゃ歩いて行ったりとかしてたよ。もう最近行ってない、めんどくさくなっちゃって、暑い。お、レベル35達成、ありがとうございます。100万ポイント達成だ、ありがとうございます。ありがとうこんにちは。なまーん、おいたもって、なんか許可とも呼んでるみたい。確かにおいたもみたいなね呼ばれてた、もしかして。こんにちは。誰に似たんだ、誰に似た、わからないよ、ケチなの気づいたらよ中澤さん、100回目の方もありがとうございます。たくさんありがとう。みちゃん、たまはどこら辺に住んでる、いいわけないだろいいわけないだろ黄色のブブガリ、ブブガリは100円ぐらいだねで、ブブガリアって、ブルガリアね、スーパーに行っても値段だよ。だけど違うね、業務スーパー安くて大好き業務スーパーで買い物するとね、冷凍庫がパンパンになっちゃうんだよね、毎回。業務スーパー行ったらいつもあの冷凍のうどん買う。
そうなんか冷凍のやつとかに。飲めの方ありがとう、こんにちは。僕も近くにイオンあるからある意味かで、あ、イオンいいね。うん、近くあるね。こんにちは。大きい冷蔵庫、いや、買わない。今あるので結構、まあ、今はちょっと給食のデザート買いすぎて冷凍庫がパンパンすぎるんだけど、まあまあまあ、いつもはちょうどいいぐらいよ。ちょっと今はあれだけど買いすぎちゃった。二度目の方ありがとう、こんにちは。業務スーパーの冷凍のやつ良すぎ、あ、わかる。二度目として冷凍庫だけ、いや冷凍庫、いやそこまでいらないの、普段は大丈夫なんだよ。でもじゃ今日はって、今はたまたまちょっとね、給食デザート買いすぎちゃったから。二度目の方ありがとう、じゃ今日の分だけな、確かに OK。 冷凍庫いらないよ別に、うん、足りてる今ので。こんにちは、どうも。何だこっちに、どうした、羨ましいからグルト食べてんの。初詣の方ありがとう、こんにちは。ん、肉球を冷凍しないでください。するわけないだろう、しませんよ。こんにちは。あ、313人よかと思うと313人。いつもどうよ、可愛いんだよね、顔文字さん、顔文字さん。今月もありがとうございます、ありがとうって言って、どういうものが正解なんですか。二度目の方ありがとう、かにちゃん。これがストックされてないと不安みたいな食材、え、うどんかな。うどんよくこう、なんか何食べようか迷った時によく食べる。あと卵もあれば、うどん耐えれるじゃん。なんだろうな、それじゃない。こんにちは、初詣の方、二度目の方ありがとう、どうも。めっちゃグルト美味しい、久しぶりに食べた。去年のグルト蜂蜜かけてめっちゃ美味しい、こんな美味しかったっけ。こんにちは、どうも。なんか確かに業務スーパーなの、安いヨーグルトというかはちょっとなんかもったりしてる感じある。業務スーパーよりちょっと100円ぐらい高いヨーグルト、でもこれが一番安かったんだよな、リトスーパーで。まあ安いヨーグルトの方が。書いたのそれ、めっちゃ怖いね。です。うん。こんにちは、遊びに来てもありがとうね。ありがとうございます。今日と結婚しても食費は安く済みそうでいいだろう。食費安く済みそう、いい方よ。わわわ。一番安いもの買ってくるけど。もうなんか、普通にここのメーターのこれだってじゃないね。お昼ご飯食べてた、ヨーグルト食べてた。ヨーグルト朝とか昼ご飯にするのというか、たまーに、久しぶりに食べたヨーグルト。前はね、よく朝ご飯食べてたけど、久しぶりにヨーグルト食べたくなって、この前買ったの。なんか贅沢からそれ食べてた。たまには高いもの食べてもらえます、贅沢だな。こんにちは、どう、こんにちは。初詣の方ありがとう、こんにちは。二度目の方もありがとう。どうも。私の趣味あれよ、貯金よ。趣味貯金よ。
んにちは、どうも。お疲れ様です。お疲れ様。こんにちは。皆さん気づいたら近くに来てたわ。今日朝可愛かったんだよね、ブブが。私が寝てたらね、起こしてきた。こんにちは。どうもー。よいしょ。趣味貯金通帳記入してニヤニヤする感じ。いや、みんな通帳記入してお金増えてたら嬉しいだろ。お金が増えてたら。お金増えてたらさ、みんなニヤニヤする。貯金何億円何億あるか。あるか。こんにちは。最近魚肉ソーセージね。私あんまなのよ。なんでか、魚肉ソーセージは。あんまなのよ。配信時間だぞって。いやね、ブッパはね、早いよ、もっと起こすの。配信時間よりかは早いよ。10時とかに起こしてくる。もっと早かったら8時とか。今日はなんか、今日さ、あ、今日、私の家にあるソファーさ、こう、なんていうソファーベッド、ソファーベッドでさ、なんか伸ばせるのよ、ベッドみたいに。で、机の高さが、テーブルの高さがあんまり高くないから、低いから、折りたたみのテーブルで。ソファーの高さにすると、ちょっとソファーとテーブルが同じぐらいの高さになるので、ね、座るところとか。これちょっと食べづらいから、ベッドみたいに広げてるんだけど。そこへ寝てたの、今日。そしたら、なんか、こう、私の頭らへん、なんかいるなぁと思ったら、ブブが私のおでこらへんをなんかめっちゃ匂い嗅いでて。それで起きた。びっくりした。かまってほしそうにした。で、ブブ撫でたらね、めっちゃじゃれてきた。かわいい。こんにちは、とも。うん。ブランツさん、ファンレベル32。ありがとうございます。ブブのマーキング済み、マーキング済みだけど、ちゃんと洗ってるって、そんな洗ってないみたいな。洗ってますよ。こんにちは、どうも。貯金ちゃんって何よ。それは。何、お金増えてたら、よかねーってなるし、減ったら、おっかねーってなる。いいの、私あれは。いいね。NISAとか話題になったことあるけど、投資とかして、さらに資産増やすとか、いや、なんかした方がいいって言うじゃん。全くわかんなくってさ、やってないのよね。ちょっと調べてみて、興味があればやろうかなと思って。わかんない、やってないやん。やった方がいいとは聞くけど。うん、猫チュールの匂いするわけないだろ。するわけないよ。なんかめっちゃ頭に、俺でこの辺めっちゃ嗅いでて、えって思ったらブブがいた。ブブがいたけど、眠すぎて、もうちょい寝るか、と思って寝たんだけど。そしたらまたなんかね、ブブが、私の匂いめっちゃ嗅いでて、また起こされた。臭かったね、そんなわけないだろう。臭くない。お兄さんに詳しいお兄さんはいますか？いいよ、そんなじゃない。いいんだよ。こんにちは、どうも。忘れましたけど、多分昼飯行くこと。なるほど。初めてじゃないよ。お風呂はいいよ。ってな、あ、出たから、お風呂熱い。こんにちは。頭の方ありがとう。どうも。どうも。こんにちは。うん。ハムのおでこは臭い。やめてよ。臭くないって。で、ウーが変わってほしくて、匂い嗅いでたの。大そうよ。大事だけど、それはなんか楽しいんだよね、溜まっていくのが。趣味だよ、完全な趣味、貯金楽しい、溜まっていく。大変じゃん、どう？独特なアピール、ブブさん。かわいいっしょ、かわいいっしょ。何この子言って
ナリストマッキングカール、やめてよ。みとちゃんに投資するともしかしたら3倍くらいだから怖いよ。協定で増やすってこと怖いよ。こんにちは、どうも。貯金額数年でゾルが1つずつ増えたら楽しい。確かに楽しい。増えていったら楽しい、減っていったら全然楽しくないけどね。それは楽しくないけど、増えていくのを見るのは楽しい。こんにちは、どうも。家計簿をね、つけてる。家計簿はなんかさ、私がつけてるアプリ、こう収入もどのぐらい、毎月のこのぐらい入ってみたいなのをつけれるんだけど、まあ大体そうか、どれもそうか、つけるんだところがあるんだけど、普通に収入入れるんじゃなくて、自分がその月使いたい額このぐらいっていうのを入れてる。全然収入と関係ない。こんにちは、どうも。で、今の貯金額は？言うわけない。で、そうだよ。言うわけないだろ。こいつに豪邸立たない。そんなに持ってない。だから？でもずっと貯金が趣味なの。ずっとよ。ずっとよ。妹とね、そこだけ性格が全然違うのよね。妹は、なんかさ、もしお年玉とかもらうじゃん。ちっちゃくお年玉もらうじゃん。お正月に。家族、親とかさ、親戚からもらうじゃん。私はその1年かけてちょっとずつ買っていくのよ。で、来年のお正月にもちょっと残ってるみたいな感じでちょっとずつ使っていくのよ。妹は欲しいものがあったら一気に使うみたいなタイプ。全然違うのよね。よくね、妹とそれでなんか言い合ってた。本当に買うのみたいな。こんだけしかお小遣い、ね、お小遣いじゃない、貯金なんていうの、お年玉の買い残ってないけど、本当に買うのみたいな。別にいいでしょみたいな感じで言ってたわ。妹と。懐かしいな。こんにちは、どう？そこね、全然違うの、妹と。正反対。タウの豪邸の入場料。私の家の入場料ですか？そう。私の家、そうだな。1万円くらいかな。こんにちは。妹の人、わわわ、そりゃそうなんだけどさ。こんにちは。あれ人に騙されない、気をつけるよ、ちゃんと。将来はモーリーから自宅まで自分の敷地だけ歩いてたどり着くのかもよ。やばすぎる。モーリー駅は自分の敷地だけで、やば。どんだけ豪邸なの。私の親が管理されて取り上げられてたな。私は自分の好きな額、これだけは自分で持ってて、これはその親に管理してもらおうみたいな。うちの家はそういう感じ。自分で額決めるみたいな。自分でどれだけ持っとくか感じだったね。ちっちゃい頃はあれだけど、その自分で管理できるようになったら、そんな感じ。お兄ちゃん20両安い。2002万1103万円くらいかと思った。あ、そんくらいでもいいけど。私の誕生日そんくらいでもいいけど。全然。こんにちは。前で駅が山田前の山田前駅。家ここにあるってバレバレや。こんにちは、どうも。お疲れ様です。お疲れ様。妹さんの方が話しやすいぞ。私も好きなものは買うよ。そんな貯金は趣味だけどさ、パソコンとかを一気に買ったから結構したい。パソコンとかね。そういうなんか自分が欲しいものは買う、別に好きだけど。でもなんかそれ以外のものはもう安いのか。別になんで多いこだわりなの。なんち周りが結婚ラッシュとかになるとお祝いだけでも出ていく額がやばくなる。いや怖っ。いやまだ来てないのよ。そろそろ来る。どのぐらいで来るもんなんだろう。周りに確かに友達知り合えた同級生で結婚してる子はいるけど、いやまだいないのよ。そんなにまだなんか珍しいぐらいの、そんなにいないの。
来るのかな。お祝いどこへ飛んでく。あよあよ、お祝いだからいいけど。こんにちは。24歳になったあたりぐらいから。え、ってことは2年後、もうそんな年なの。え、だってさ、結婚式行ったことなくって、友達とかのなんて知り合いとか行ったことなくってさ、ちょっと憧れがあるんだよね、行ってみたい。呼ばれるかな、呼んでくれるかな、友達結婚するかな。友達ちょっと呼んでほしいな。こんにちは。結婚式出席したことないよ。だから憧れがある。タオさん、100億円投資しました。権利を確定させるためにまるまるに3万円振り込んでる。怖すぎるだろそれ。詐欺だな。私の前でおじいが違うって10万円お金貸してくれた。金貨くれた。10万円の金貨。お金取られた、それだけは。10万円の金貨くれて取られちゃったろ。ああ、さあ、じゃあ、どうもいだな。よしかなさん、ファンレベル11。ありがとうございます。ありがとうございます。こんにちは。余興で、私が歌うのでしょ。無理よ、それは。こんにちは。余興って変わんのか。二度目の方にな。自分誰かで聞こえたら残りの3人で歌わなきゃって。知らない。歌うそういうもんなの。いや、わかんないんだよね、行ったことなくって。なんか動画とかでしか見たことない。あ、こういう感じなんだっていう。結婚式って出たこと、行ったことない。カニちゃん、あの写真の子なら結婚式に呼ばれてもいける。これ着ていくのやばいだろ。友達の結婚式に行った友達の友達の旦那の友達、友達の旦那の。なんかやっぱり友達の場所もやってるから気をつけろ。気をつけろ。こんにちは。まだ行くってない結局。こんにちは。何歌うの。そのだから結婚式行くってないのに。結婚式行くと結婚したくなるの。そんなもんなの。幸せそうすぎてってこと。ドレスアップ。確かに結婚式って確かにいつもとは違う格好するもんね、行くとき。こんにちは。新婦さんに目立たたら女分かってますよ。結婚式が短いって意気投合して結婚って結構悪いしよ。あ、そうなの。うん、この後子供を巻いたとか親を…あ、確かにね。そろそろ私も数年後にはそういう感じになるのかな、周りが。いや、楽しみだけどね。アニちゃんと…あ、ツアムの方ありがとう。いつめんの結婚式にも行かない。いつめんの結婚式、いつめん…結婚するからわかんないけど、するかな。どうする、みんなずっと独身だったら。わかんないけどさ。こんにちは。の呼ばれていきますよ、そりゃもちろん。結婚式の2時間はみんな気合が入ってる。あ、そんなもんな。こんにちは。皆さん、前に生涯独身だと言うてたのに。言ったことない。言ったこと。この子は絶対派手な結婚時期だと。結婚式、派手な結婚式。派手なってどんな感じよ。こんにちは。でなんか豪華そうね、日の子がもしするってなった。なんか分かりました。こんにちは。初めに同級生に結婚式で会ってかっこよくなってビビッと来たりすることも。あ、そんなのあるの。へえ。いやでも行ったことないからさ、結婚式。あ、いつか行くの、行く日が来るといいけど。呼ばれるかな、誰か。
呼んでくるかな、結婚式友達。こんにちは、どうも。やっほー。呼ばれない理由はないんでしょ、友達。結婚するかな、私の友達が。中学校の時から、頃からのさ、親友がさ、3人いるんだけど。なんかグループで仲良かった子が3人いるんだけど、3人と別に聞かないんだよな、そういう話を。なんか最近彼氏がみたいな、そういう話聞かないのよ。どこなのみたいな聞いても、いやなんか別に何もないみたいな感じなのよ。それかどうなんだ、台風で行くしんちゃんが呼んでくれる。え、するから、結構。いや、なんか、あ、聞いたことないのよね、彼氏が、みたいな話。いるかもしれない。いや、そうなんだけど、いいのか。まだ結婚せんのって聞いてみたら、行けるわけないだろ。いや、まだって言っても、まだあれよ、今年22よ。いや、まだでしょ。何人とも結婚済みだったりして、いやショックよ、だいぶだいぶショックよ。言えよってなる。教えろよ、呼べよってなる。私の友達、なんだろうな。毎回聞くのよ、その食べ放題によく行ってた友達も。最近どうなのって聞いても、なんかバイト先にこういう人がいていいなと思ってるんだけどみたいなのは聞くのよ。でもその後がないのよね、結局それで終わっちゃったみたいなばっか。なんだよ、いつもそういう話してる。いつものこと、ありがとう。山田さん、結婚するする詐欺や。結婚するする詐欺、なぜよ、そんな詐欺よ。やめちゃう、親友3人いると3回以上呼ばれる。いやー、するかな、みんな。今のところは分かんないよ。山田さん、女子トーク似合わない？なんでよ、しますよ、でもするよ、その友達だったら。聞く、泣きながらないのって聞く。聞きたい、そういう話聞くの楽しいんだよね。マジみんな送って、わかんない、送ってなのかな。こんにちは、どうもどうも。それなら山田さんが友達にいい人紹介する。私が紹介して、知らないよ。紹介できない。女子トークより大喜利、大喜利はいい、いいのよ、大喜利は。今急に結婚式呼ばれて着れる服装、いや、ないのよね、ないよ。もし呼ばれるってなったら買いに行かなきゃ。ないよ、そんな。何着たらいいかもわかんないしな。着たことなすぎちゃう。こんにちは。どうも。何？この写真の奥で出席したら目立つよ、きっと。あの悪い方で目立っちゃうじゃん。絶対山田さんよりも岩田さんの方が早いよ。嘘。岩田結婚できるのか、岩田できるのかな。こんにちは、お。知らないけど。ドリマンは歌う、結婚式で。いける？結婚式でダジャレ披露？いや、私別に言わないの。結婚式よく大喜利。なんで大喜利すんの？なんだよ。こんにちは、どうも。でも弟さんが早い。弟一番下よ。嘘。弟が一番早い。嘘でしょ。弟今中2よ。嘘。弟が一番早いの、本当に？こんにちは、どうも。ゆんちゃんさん、ファンレベル12、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。こんにちは、どうも。
弟さん同い年頑張って何が終わっちゃって弟くんは推しに弱い弟推しに弱い合わせなイメージないよ弟弟弟どんな感じかな弟弟は宿題を全然やらないって感じ弟のイメージは弟さんなら お姉さん友達私の友達弟弟中2だって年齢差ありすぎじゃない弟と8個差なのよ8個弟あでも8個ならギリいけるか今さ20私今年22で弟がだから何歳だ14? じゃん22と14って考えたらやばいけど20歳と28って考えたらわわわそんなかそう考えたら私2度目の方ありがとうお兄ちゃん元感悪い女性に使われそうやばいなちゃんとしろよ弟兄弟に結婚しても呼ばれなかったら嫌だよねそれ嫌すぎるだろ悲しすぎるよそれはもう弟さんときなこちゃんありやろいや合うか性格うん兄年齢差なんてまあ確かにねみんなの方ありがとうこんにちはどうもお疲れ様ですお疲れ様弟の友達を狙ってる私が弟14歳よちょっとなちょっとな五色木貧乏五色木貧乏ってどういう意味払いすぎてお金ないってことそういうことブーちゃんと私の結婚式ブーと結婚すんのダメだよブー渡さないかわいいご祝儀かご祝儀私ご祝儀ねなんか弟さん性格はなそう知らんけど知らないんかいあそういうこと不思議あげてくれないって言うといやそれぐらい結婚してくれだろう嬉しいけど周り幸せってことじゃんいいけど周りは結婚する気がしないんだよな今のとこルーさん絶対結婚しようなムーは嫌って言ってる嫌って私と一緒がいいっていつもの方ありがとう。こんにちは。弟がお母さん年上と結婚しようとしたの。何しますか。お母さんいる年上。弟が。弟がもうどうしても絶対にこれとがいいみたいな感じだったら、まあ、それならってなるんじゃない。わかんないけど、ちょっとわかんないけどそうなったことがないから。弟と妹さん性格似てる。私と弟似てんのかな。どうなんだろう。あ、ゲームが好きってところは似てるね。似てる？あ、わかんない。服に近づいてるね。じゃない？ちょっと支援しとこう。はい。いや本当に何のおかげで。だいぶ近づいてきた。ありがとうございます。こんにちは、どうも。なんまんなんまんよいしょうん、風とみとさん、はあ、キラキラの当たり確定のやつキングリッタータワーありがとうございますありがとうありがとうねあと風とみとさんファンレベル36ありがとうございますありがとうありがとうねよいしょ、ちょっと待ってねリストこれかキングリッタねグリッター、グリッター、グリッター。はい、風と見てさ、キングリッターとはありがとうございます。ありがとう、ありがとうね。ちょっとありがとうございます。キャカタムズ315人、ユウさん今月もありがとうございます。ありがとう。あとね、あと
クジラちゃん総合レベル17、ありがとうございます。ありがとう、こんにちは。クズトメトさん、ありがとうございます。キングリッタータワーありがとう。エロ配信の時に書きますね。ありがとうございます。あ、そうだ、めっちゃ忘れた、ペン買ってこなきゃいけないんだ。そうだそうだ、ペンつかない、ペンがね、もうあんまインクがつかなくなってきた、買い替えなきゃ、忘れてたわ。こんにちは。買うもの山っていこうかな、だっけ買うもの、買わなきゃいけなかった。2度目の方、ありがとう。こんにちは。いつ枝の話来ても家に行かないで、来ますね、来ます、またね、なんかほらかほらこんにちは、どうも。これで夜は DD 活動し放題DD 活動してくんの夜、またこんにちは、どうも、どうもどうも、やあ。カセットライトさん大丈夫、確かに大丈夫、怒られない、何でもすぐ忘れる、よく忘れる特に2なんだったら気づかなかったよ、やばいやばい、だだわと思っちゃう何じゃ、あ、ゾウの方、どうどう、じゃあ内心にしとこう、初見です、違いますよ、違います、初見じゃないですこんにちは、どうも、やっほー、どうもどうも、こんにちは、よいしょ、しかものメモと、これでこれでしょ、頭の方、ありがとう、どうも。これ読んでない、クジラちゃんさん絶対君がいい、ありがとうございます。読んでなかったよ、ありがとうございます。はい、ちょ、ひょくまやさんの結婚はまだ先ってこと、決着するかわかんないよできんのか私で、最近どう、雑なふり、最近どうって何よ、何が、どうの方、ありがとう、こんにちは、ランクアップ出た、6位、ありがとうございますありがとう、ありがとうございますやった、そのわからないのがわからん、どういうことわからわからないのがわからん、今興味あることって貯金以外に興味あること、興味貯金やばいよドケチじゃん、貯金趣味、趣味はあれ、ゲーム好きよ、ゲーム、前ほどでもやってないな、さっきゲームと何かな、やるの好きだし今はグミがめちゃくちゃ好きだね、する気あるのか、あ、する、結婚する気あるのか、する気、まあいいな、別にしたいとも思わないよ、うん、どっちも思わない、したいともしたくないと、したくないの、わかんないしな、うるよそれ、こんにちは、二度目の、うん、うん、よいしょ、一人好きだしな、一人楽じゃないこんにちは、どうも、でもでも人と一緒にいるのは疲れるしな一人好きだね、こんにちは、どうも、何ちゃん、何何ゲームにグミ、ガギョウが好きガギョウとは関係ない、ガギョウだけど、確かに
ゲームを。ダルンツさん、リンボさん、ありがとうございます。ありがとうございますね。一人やって。一人楽じゃない？一人でいるの。ちょっと、一つやるのは楽しいけど、友達となんかたまに遊ぼうとか、出かけるとか楽しいけど、一人好きなんだよね。疲れちゃう、ずっと一緒にいたら。こんにちは、どうも。どうも、どうも。こんにちは。ログ孤独死んでも構わないのかな。ちょっと寂しいな。そう言われるとさ、ちゃんと違うかな。それは、ちょっと違うかな。なんか寂しいよ、それは。孤独を愛してる。孤独を愛してる。なんかかっこいいな、言い方。一人は好きだけど。ずっと一人はさ、あれだけどね。ずっと一人も嫌だけど、なんかずっと誰かといるのも疲れそう。一人旅できる人は大丈夫。あ、本当に？一人旅、あ、楽しかったけど、長崎。ごまかし山田さんも好きやから知らない。ごまかし？ごまかした？よかった。なんかそんな話した今。よかった。あ、兄ちゃん？よかった。よかった。一人、ツアーしかしてない。一人でできないことってありますか？一人焼肉。一人焼肉行ったことある。一人牛角行った前に。一人牛角。いや、隣、家族、なんか、ファミリーで、家族で、隣で食べてた人が。一応気まずかったけど。めっちゃ食べた。一人で牛角行って。食べ放題。愛する人と一緒に過ごすのだな。いや、わかんないんだよね。いや、家族ぐらいだったら別にいいけどさ。でも家族もさ、ずっとさ、なんていうの、ずっと同じ空間にいるわけじゃないじゃん。常に時間あるじゃん。そういうことよ。だから、ずっと人といるの疲れちゃうのよ。自分のなんか、時間がないと。無理だな。ブランチさん、ファンレベル33。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。カニちゃん。鳥牛角、お前に行った。鶏焼肉、牛角以外見たことあるな。ちょっとどこだったか忘れたけど、焼肉屋さん一人で楽しいよ。楽しいからな。あ、妻の方ありがとう。こんにちは。一人でこう焼肉とご飯屋さん、自分の好きなものは焼肉とかだよ。自分の好きなタイミングやったりとか、うん、楽よ。何がいい？楽。楽。あ、妻の方ありがとう。こんにちは。誰かと話しながら焼肉とか。一人は楽しいよ。普通に映画は行かない。映画はあれ、一人で行くんだったら、あいつ。こうなんか、サブスクで出てからとか、DVD 出てからって別に。別に。それでいい。映画は、誰かに誘われれば行くぐらい。そんなもんよ。高いし、映画。二度目の方ありがとう。ありがとう。考えは変わるもんだからね。トムが幸せならどっち誰でもいい。優しいね。お昼ご飯にラーメン食べるために少し冷圧してます。え、ラーメン？超美味しい。いいな。私も食べた。一人ディズニーは行ったことないな。行かないわ。そもそもあんま外出たくないと。まあ、それはそう。それはそう。結局は家が一番。夏なんで、ね、余計に。夏も、お昼はとか、外出たら、いや、これで、毎日外出てる人すごすぎるなって毎回思う。暑すぎてさ、外出る気ならない。もうなんか、ちょっと外出てさ、帰ってくるだけで汗だくとかでさ、毎日こんなのでみんな、出勤してるなと思って。こんな暑いのに。尊敬するよ、本当に。こんにちは。井上の方、ありがとう。どうも。一人じゃねえ、ハードル高いな、確かに。そう来ると、そうなると。叙々苑。高級焼肉はちょっとハードル高いわ。叙々苑。妹と一緒に行ったやつしかない。
ランチで行ったし、リナちょっと長いからランチで行った。こんにちは。めっちゃね、美味しかった。ユッケ頼んだんだけど、ユッケがめっちゃ美味しかった。こんにちは。どう、分かる、引きには分からない。本当にこんなに暑いのに外出てる人すごいなって、毎日外出てる人すごいなって、めちゃくちゃ外出るたびに。こんにちは。どう、初詣の方ありがとう。ご褒美ください、毎日外出てるご褒美。えらいよ、褒めてあげるよ。一目から。えらいよ。こんにちは。と、でも本当に暑すぎてさ、外出てさ、もうすぐ帰りたくなる。いや、もう無理って。早く冷房が効いた家に帰りたい。家でゴロゴロしたいってなる。帰りたくなっちゃうね、暑すぎて。ありがとう。どういたしました。ご褒美はタオファンチ？なんだよタオファンチって。軌道面ね、和田さんと一緒。軌道面。いや、夏はね、夏はね。冬はきっと出る。じゃあ、初詣の方ありがとう。こんにちは。タオファンチありがとうございます。意味わかんないね。ふざけにそっと帰ろう。いいんだよダジャレは。帰れ。帰るって言われた。外はちょっと暑いで。では許可と運転的。そう。でも外やばくない最近。本当に。みんなすごいね。やっと。無理ってなってる。外出たら。こんにちは。だから、あんまりそう暑い時間出たくないのよ。昼はとか。あんま出たくない。仕方ないときは出たりしてるけど。あんま出たくない。ちょっと暗くなってから本当は外出したい。吸血鬼的に日光に、日光に弱い、日光弱い。溶けちゃう、日光。風はあるけど、風がもうね、そうなの。僕の太陽ってわけに。確かに。太陽に入れてながら、お部屋に入ってなさい。それが一番よね、本当に。でも去年、いや、去年とかだってさ、夏もさ、毎日レッスンとかさ、公演とかでさ、まあ、ワニとまだ行かなくてもさ、しょっちゅうさ、家から出てた？で、外出てたはずなのにさ。去年どうやって過ごしたかもわかんない。暑すぎて。いや、無理だな。もう体勢がどんどんなくなっていってる。暑さへの体勢が。こんにちは、どう？ねずこと。太陽克服できないねずこみたいに。冬しか、涼しい季節しか克服できないわ。今のツッコミのキレ素晴らしかった。どれよ。ああ、ない。お部屋が一番。それはそうよ。去年はタクシーで外で。タクシー乗るわけないだろ。乗らないよ。高いタクシーなんて。どこよ。歩くかバスかよ。電車がないんだったら歩くかバスよ。あんたもの方ありがとう。こんにちは。メスコは太陽克服したんだけど。そう。だから、私は冬しか克服できる。暑すぎる。あ、12分。ありがとう。よし、ちょっと。よいしょ。でも夏は、極力歩けたくなっちゃった。タクシーはないけど、バスだな、バスか電車。冬だったら全然歩く、めちゃくちゃ。ちょっと遠い場所でも歩いていけるけど、夏は無理ね。じゃあ13位からランキングいきます。13位ゆうちゃんさん、ありがとうございます。12位ワイパルさん、ありがとうございます。11位ライチさん、ありがとうございます。10位マモさん、ありがとうございます。9位 T さん、ありがとうございます。8位中身さん、ありがとうございます。7位ハマーさん、ありがとうございます。6位ゴン太郎さん、ありがとうございます。5位クジラちゃんさん、ありがとうございます。
4位フロマンさん、ありがとうございます。3位グランチさん、ありがとうございます。2位りょうさん、ありがとうございます。そして1位がカセットミットさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。こんにちは。この橋で貯金好きってことを知りました。私の趣味を趣味をずっとちっちゃい頃からよいしょ、貯金するの好きよいしょ、お披露しありがとうね。ありがとうございました。夜配信も昨日と同じような感じですると思います。お金でもやめてよ。夜配信多分20時台からするかな今日もね。まあ昨日と同じような感じすると思います。こんにちは、たまん。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょ、なんて言うのそれ、漢字読めないそれ、なんて読めないよ。こんにちは。主戦度、主戦度わかんないよ。練習ありがとう。こちらこそ。あえてどうした。またね、暑いから溶けないように。私からちょっと涼しくなってから、ちょっと夕方になってから買い物とか今日。あとでね、てっぺん買ってこなきゃ。もう映んないから。いい意味じゃない、そんなこと言うな。二度目の方ありがとう。こんにちは。この後ジョギング頑張って、ジョギングなんかしたら倒れちゃう。暑すぎて無理無理。じゃあそんなのあるかな。じゃあ、お仕事ある方は頑張ってね。じゃあまた夜配信で。ありがとうございました。じゃあまたねー。ね。